中央上のオバマ米大統領から時計回りに、キャメロン A 首相、メドベージェフロ首相、メルケルドク首相、ファン論イ欧州理事会議長、バローズ欧州委員会委員長、野田義彦首相、モンティー首相、ハーパーカ首相、オランドフツ大統領。UEFA チャンピオンズリーグ2011から12、決勝、チェルシー対バイエルミュンヘンの PK 戦を観戦する、首脳たち。 左から、ガッツポーズのキャメロン A 首相、オバマ米大統領、メルケルドク首相、バローズ欧州委員会委員長、オランドフツ大統領。第38回主要国首脳会議は、2012年にアメリカ合衆国のメリーランド州、キャンプデイビッドにて開催された主要国首脳会議。別称は、キャンプデイビッドサミット。ウラジーミル・プーチン大統領ではなくドミートリー。 メドベージェフ首相が出席した理由は、建前では大統領に就任したばかりで、新体制づくりに専念するためとしているが、同年ロシアで開催予定のアジア太平洋経済協力ラジオストク会議にアメリカのオバマ大統領が大統領選挙を理由に欠席することをすでに表明しており、その報復的な措置だったとも言われている。ありがとうございます。